もう無理、仕事辞めたい、なんで私だけこんな目に遭うんだ、頑張ってたけど全部投げ出しちゃいたい、これから人生頑張るなんて無理、こんな思いが出てくることありませんか？考え込んでしまうと心だけでなく体の調子も悪くなっていくなんてこともあるでしょう。でもこうした思いや言葉、自分の頭で考えていると思いがちですが、実は偽物の自分の声かもしれません。以前にもお送りしたことがあるテーマ、霊障。今日はこの霊障についてです。霊障とは霊の触りと書きます。簡単に言うと、霊的に悪い影響を受けている状態、悪霊に取り憑かれている状態のことです。私たちは常に霊的影響を受けて生きています。良い霊も悪い霊もです。波長同通の法則といって、常日頃思っている思いや心が目に見えない霊を引き寄せているということは、何度か番組でもお伝えしています。心身ともに限界を感じて、一歩進むにも億劫で、未来が悲観的になっている場合、もしかしたら霊的な触り、霊障も相まってドツボにはまっているかもしれません。さっき挙げた思いや言葉も、もしかしたら悪い霊があなたの耳元でささやいている可能性だって大いにありえるんです。頑張ってはいるけれども、もうこれ以上負荷がかかったら沈んでいきそう、悩みや苦しみで頭がいっぱいになっているという、そこのあなた、それ実はあることが原因で霊障を引き起こしているかもしれません。それは一体何でしょうか？大川隆法総裁の法シリーズ最新刊、秘密の法第2章、霊障者の立ち直りについてには、このようにあります。別に何も悪いことをせず普通に生活していても、例えば自分には負えないような仕事の重みが急にポンとかかると、キャパ超えが起きます。この時に悩乱もすれば心労もしますし、人や環境のせいにもしたくなって、これは誰かの陰謀だ、悪さだなどと考えてしまうわけです。キャパ超えをして、キャパシティの器を超えたためにできなくなって霊障になるというパターンは、特に社会人になり仕事をし始めてからはとても多いのです。自分の持っているキャパシティ、容量を超えることで霊障になるということでした。悪霊の影響って普通に生活をしていてもキャパ超えしたらなるんですね。皆さん、料理はしますでしょうか？もし4人分の料理を作ってくださいって言われたら、いつも料理をしている人なら家族分とかお客様の分とか考えて、食材調達や料理の方法、盛り付けなどもイメージできると思います。でももしそれが1000人分作ってくださいと言われたらどうでしょう？パニックになりませんか？料理の専門家ならこなせる量かもしれませんが、普通の人ではなかなかこなせる量ではありません。で、このように自分ができる範囲の容量を超えた仕事が来ると、何をしたらいいかも分からず、あたふたしている間に時間が過ぎ、パニックになって
崩壊状態になる。今は料理の例えをしましたが、こういうこと誰でも経験あると思うんですよね。出題範囲の広い試験勉強をこなさないといけない。仕事場での大事なプレゼン、無理難題なノルマがかかった営業、どうやって達成できるのか分からずにがむしゃらにやっても目標まで全然到達できないとか、本業と副業、仕事と家事の両立、学校と塾のダブルスクールなど、選択肢が増えた豊かな現代だからこそ代償として出てくる忙しさもあるでしょう。こんな身近に霊障のきっかけがあったんですね。大きな悩みがあれば、それが執着になり、そこに魔が狙ってきます。悪霊悪魔は人間のちょっとした心の隙が大好物です。最初は小さな心のブレでも、悪霊などの惑わしによってマイナスの感情を増幅させ、パニックになったり潰れたりします。その最初の悩みを引き起こす一つの原因がキャパ超えということです。確かにとうなずいている方もいらっしゃるかと思います。こうした原因が分かるだけでも第一歩ですね。で、そしてどのようにキャパ超えに向き合っていくかが次のステップになるでしょう。では続いて秘密の方を朗読します。いわゆるキャパ超えが発生するところについては、客観的に冷静に自分自身の仕事を見る必要があり、立てられる対策は立てて、あらかじめ準備をすることが大事です。ただどうしても無理だと思われた場合、まず一つには、完璧主義を捨てることが大事になります。必ず完璧にやらなければいけないとあまりにも思いすぎていると、キャパ超えをしてしまってできなくなり、その重みで潰れてしまうことがあるからです。どの程度で潰れるかは人によって本当に様々です。仕事や勉強、恋愛などでもそうですが、自分のキャパを超えて崩壊していくような場合は、自分のキャパはこのあたりまでであり、これを超えたら危なくなるということを知り、キャパ超えの回数を減らしていく方法を考えることも大事になります。客観的に冷静に自分自身の仕事を見る。やることがたくさんあるとパニックになりますよね。まず一旦深呼吸してみてください。一歩引いて自分を見てみる。焦っている自分に、焦ってるなとか、よく分かっていないことに混乱しているなと見えてくるかもしれません。感情だけで物事を見るのを一旦ストップして、まずは冷静になりましょう。そして自分一人の力で全て完璧にやらないといけないという完璧主義の考えを一旦置いてみましょう。できないことも受け入れながら、何かその中でも一歩でも問題解決していけないだろうかと考えて実践していくことがコツかもしれません。自分のキャパを知るということも大きなポイントです。料理の例えをしましたが、自分の持っている料理の技量やキッチンの仕様なども考えて、この人数分までは作れるなとか、これ以上になると厳しいなということを
知ることが大事です。それができると自分では無理な範囲を他の人に手伝ってもらおうというような考えも出てきたり、料理道具を増やしてみようとか、そうした改良する場所を変えるなど検討することなどもできて、悩み解決の道が増えていくでしょう。秘密の法ではキャパ超えの具体的な解決方法も記されています。今回はその中の一つをご紹介しましょう。一つがいわゆる細分化の法則です。やはり仕事を一度にまとめて仕上げようと思うから大変なことになるわけです。雪下ろしでも同じです。屋根に雪が1メートルも積もることがありますが、一度にすべてを下ろそうとしても下ろせるものではありませんし、この場合も小さく分けながら雪を下ろしていくしかありません。いきなりすべてを下ろそうとしても無理な話なのです。キャパ超えの回数を減らすためのコツが細分化の法則、雪下ろし。仕事を一度にまとめて仕上げようと思うから大変なことになる。仕事や家庭の問題が大きい場合は、一旦問題を細かく分けてみてください。悩みを紙に書き出してみてもいいと思います。キャパオーバーしている人は何をどう処理していいか混乱しているので、紙に書き出すだけでも頭と心がすっきりしていきます。 1. 重要なものや急ぎの仕事。 2. 重要だが今すぐにやらなくてもいいもの。 3. 自分がやらなくてもいいものや実は必要のない仕事に分類する。ここまできたら1から順番に淡々と片付けていきます。こうしたことも効果的だと思います。短期決戦で一度にまとめて挑もうとするのではなく、長期的に計画的にするのもキャパ超えしないためのポイントです。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。引き続き書籍秘密の法第2章、霊障者の立ち直りについてからの抜粋です。霊障になるのは大抵は本当悩みの中にあるか、悩み苦しみ、迷い等がこの霊障のもとになって、それで、死んで迷っている地獄霊から、そう動物霊からいろんなものを引きつけてくることがあるので、本当に一定以上の重みかけ続けますと人格が崩壊するという現象は本当に起きるんです。で、子供時代にかかりすぎると、それは幼児のコンプレックスで、フロイト等が言ってるような、幼児体験の中で大人になっても脱げきらないものが出てくることもあるんですが、大人になってもですね、やっぱりそういう失敗体験によるトラウマみたいなものはできることはできるので、つまり客観的実力を知っておくこと、自分自身の客観的実力と他の人の戦力がどんなもんかということをよく見ておくことが大事で、最終的にはその仕事を何かをやる場合に、勝率はどの程度かということぐらいは見通しておくことが大事なことでしょうね。1万人マラソンをやったら1位になる確率はそれは1万分の1が一般的にはそうですよね。だけど自分が平均の人よりは足が速いっていうなら、5000倍より前には入る可能性は高いでしょうね。招待選手で来てるっていうなら、それは上位グループで入る可能性は高いでしょうね。こうした自分自身を客観的に見て、平均率を見て、さらに細分化の原理等を通して、
このキャパオーバーでアウトになることをできるだけ下げていくことが大事だろうと思いますね。秘密の法の第2章には他にも様々な霊障の原因や解決方法、予防策など分かりやすく説かれています。霊障になっていることを自覚できていない人もいらっしゃるので、そんな方が読んでも気づきが得られると思います。ご視聴ありがとうございました。今回のおすすめ書籍はこちらです。購入に関しては画面右上または概要欄をクリック。興味がある方はお近くの幸福の科学の支部庄社にお気軽にお越しください。その際に天使のモーニングコールを聞きましたとお伝えください。チャンネル登録・高評価もどうぞよろしくお願いいたします。